北朝鮮は朝日公人民会議常任委員会委員長、金預かり政党中央委員会第一副部長ら北朝鮮の交換級代表団が9日、専用機で平壌を出発すると通知した。韓国をサム一部は8日午後、北朝鮮が通知文を通じてこのような内容の北朝鮮の交換級代表団の移動経路と時間を通知したと伝えた。 北朝鮮側は交換級代表団が9日、専用機で平壌を出発し、再開直航路を通じて、午後1時30分にインチョン空港に到着、専用機ハインチョン空港に待機せずに北朝鮮へ戻り、2月11日夜に再びインチョン空港へ向かうと知らせてきた。